この南島原の有栄町というのは16世紀の末にセミナリオというキリスト教の学校がございまして、そこで日本で初めて銅版画セルビアの聖母というのが作成されました。それが縁でこの版画展を旧有栄町時代から開催しております。で、今回18回目を迎えております。一部二部小学生中学生につきましては九州管内、一般高校生の3部につきましては、全国からとなっております。15,869点の作品の応募がございました。昨年と比べますと2000点ほど増えておりまして、これまでの中で一番最高の出展数となっております。